ほったらかし温泉は、山梨県山梨市八坪に位置する日帰り温泉施設。ほったらかし温泉から見る、甲府盆地の夜景宣伝もサービスもなし、勝手に楽しんでというところから、ほったらかし温泉と名付けられた。昔、山の地主が穴を掘ったところ、温泉が湧き出たのを、地主は別に何とも思わず、ほったらかしていたところから名付けられたという説もある。 もともと老人ホームの設備とする予定で温泉を掘ったが老人ホームの計画が白紙となったため日帰り温泉施設として開業することとなった1999年に開場したこっちの湯と2003年に開場したあっちの湯に分かれており入浴料も別であるそれぞれ男女別の内湯と露天風呂がある広い露天風呂の眼下には甲府盆地が広がり天気が良ければ 富士山も望める。年間約45万人が訪れる人気温泉である。宿泊施設はないが、日の出の1時間前から営業する温泉として知られ、湯船に浸かりながら日の出を見るために多くの客が訪れる。5から7月は午前4時ごろ、12から2月は午前6時ごろの会場となる。なお、閉店時間は季節によらず午後10時となっている。また、 元旦は混雑が予想されるため、前売り券による定員制を導入している。あっちの湯入り口、こっちの湯とあっちの湯で、それぞれ別の源泉を使用している。ありがとうございます。